こんにちは、ミルトンです。今日は以前謝罪したソーラーパネルを簡単に脱着できるようにして、キャンプ等でも気軽に使えるシステムに作り変えました。この施工でソーラーパネルの使用の幅が広がっただけでなく、洗車機でも車が洗えるようになりましたので、時短もできて結構この作業をやってよかったです。こちらは少し前に施工したソーラーパネル。いい感じに発電してくれてとても便利だと思っているのですが、どうしても解消したい不満がありました。それはこのパネルがついていることによって大半の洗車機に入れられず、手洗い洗車をしなければならないこと。私の場合、手洗い洗車場まで片道30分、洗車と拭き上げで40分、合計1時間40分もかかり、時間がすごくもったいないです。今回はソーラーパネルとルーフキャリを10分程度で取り外せるようにして、洗車機でも車を洗えて、パネル自体もキャンプ等で使えるような仕組みに改善していきます。私はこのパネルを耐光性結束バンド20本で固定していたのですが、この固定法は安全性に不安があると複数の視聴者の方からご指摘をいただいたので、まずはこの部分を改善していきます。こちらの過去動画の該当箇所はすでに削除していますが、バンド自体が脆いようですので、この施工はくれぐれも真似されないようにしてください。ソーラーパネルをルーフキャリアから下ろします。パネル自体は7キロ程度ですので、両手で作業すれば安全に下ろせます。こちらが下ろした後のソーラーパネル。雨やホコリでかなり汚れていますが、タオル等で軽く拭くだけで簡単に汚れを落とせます。次にロッキーのルーフキャリアを外していきます。これはノブ付きのネジを2本回すだけで、時間をかけずに外すことができます。ネジを外すときにワッシャーも落ちるので、こちらはなくさないように気をつけてください。ルーフキャリアも1本3キロ程度ですので、それほど力はいりません。材料を探しにホームセンターにやってきました。そこで固定具に見つけたのが角バンド穴あき9番 3×4 センチのもの。今回は工具なしでも取り外せるようにしたかったので、 M5 の超ボルトと緩み止め防止のフランジナットも買いました。フランジナットは普通のナットとは違い、接地面が広くギザギザ加工されていて滑りにくくなっています。今回購入したこれらの金具、ステンレス製もあるそうなので、錆を気にされる方はステンレス製をゲットされると良いと思います。角バンド金具をルーフキャリアに当ててみます。横幅はちょうどぴったりですが、縦は少し長さを調整する必要がありました。手元にあったマスキングテープとダイソーの滑り止めシートで高さ調整をしてみたのですが、これは失敗でした。このマスキングテープ自体が脆くて剥がれやすい上に、素材として硬くクッション性もないので、他の素材を探しに再度ホームセンターに出かけました。そこで見つけたのが自己癒着性のあるタイタックテープ。このテープは貼った後に粘着層のゴムが流れて隙間を埋める性質があります。このためビニールテープよりベタつきづらく、ご覧のように分厚くクッション性も高いので、この素材をセレクトしました。高さ調節が大きく必要な箇所には厚さ5ミリ、10センチ四方のゴム板をゲット。クッション性を持たせ、固定した時にガタつかせないのが狙いです。それではこれらの材料を金属に貼り付けていきます。ゴム板の貼り付けにはダイソーの瞬間接着剤を使いました。この接着剤4本入りで100円で、ゴムにも金属にも使えるのでとても便利です。次にタイタックテープを貼り付けていきます。映像ではちょっと分かりづらいのですが、これは少し力を入れて引っ張りながら貼ると綺麗に貼り付けることができます。ゴム板を貼り付けた方にも同様にタイタックテープを貼りました。クッション性もありつつ適度な硬さがあるので、ソーラーパネルをガタつくことなくがっちり固定してくれそうです。ルーフキャリアに当ててソーラーパネルに固定する位置を決めていきます。固定は上下左右4箇所を8本の超ネジとフランジナットで固定していきます。屋外が35度の猛暑なので家で作業をしていますが、本当はルーフキャリアを車に積んで現場合わせしていただいた方が穴開けミストも少なくなると思います。固定する位置が決まったら、金具を当ててマジックで穴を開ける位置を決めます。穴開けに使用したのは格安の電動ドリルと 6.5mm 長さ5センチの極短のドリル刃。このような長い穴を必要としない穴開けにはとても施工しやすいドリル刃です。ゴム板を仕込んでいる金具を取り付けていきます。縦横ともにぴったりサイズなのですぐに取り付け完了します。ゴム板を仕込まなかった方の金具はルーフキャリアと貼り付けたテープが干渉してなかなか入らなかったので、側面のみテープを剥がして固定しました。こちらもルーフキャリアにセットするだけで金具が落ちてこないほどぴったりフィットしています。
蝶ネジを手で締め上げるだけで完了です。1箇所につき2本の蝶ネジで締め上げました。がっちりと固定されていて、万が一ネジが 1,2 本外れたとしても、金具自体がルーフキャリアを包み込む形状になっているので落下することはまずないと思います。またこの蝶ネジを手で外してソーラーパネルを車から下ろせば、キャンプで利用したり洗車機でも車を洗うことが可能になります。今回ポータブルバッテリーメーカーのブルーティーさんに 537W のポータブルバッテリーを使ってみてくださいとお話をいただきました。ここからはこちらの EP55 も試させていただきつつ、私の自作したポータブルバッテリーも使用してそれぞれの使い心地等も比較検証してみたいと思います。本体の他に入っていたものは AC アダプター、ソーラーパネル用充電ケーブル、シガーソケット用充電ケーブル、取扱説明書、保証書、以上5点です。まずパネルを詳しく見ていきます。一番左上が AC アダプター用充電ポートとソーラーパネルシガーソケット用の充電ポートになっています。下の DC アウトプットは 5V 3A の USB コネクタが4つと、iPad Pro 等も急速充電できる USB Type-C コネクタが1つ付いています。 AC アダプターは海外の電源ケーブルも使えるコネクタが2つと通常電源コネクタが2つ、 DC アウトプットは 12V 10A のものが2つとシガーソケット端子が1つあります。また本体上部にはスマホ等のワイヤレス充電もできる地位規格の充電機能も付いていて、合計13箇所での電源の利用が可能です。本体裏面には照明機能もついていて、光量も2段階で選べ、光で SOS を表すモールス信号点滅モードもついています。 700W を超えない限り基本的にはどんな家電も使えるとのことでしたので、いろんな家電を使えるか試してみます。まずノートパソコン、問題なく使います。充電に約 15W 消費していました。次にジグソー、こちらも問題なく動きます。マックスで動かして約 70W 消費していました。続いて格安の電動ドリル、こちらも問題なく動き、消費電力は約 110W 程度でした。続いて電動トリマー、こちらも問題なく動きました。消費電力は 200W 弱でした。旅行用の小さいドライヤー、こちらはローモードでは動き、ハイでは動かなくなりました。規格以上の電力を使用するとオーバーロードという表記が出て電力がストップするようでした。続いてミニキーボード、こちらもノイズが乗ることなく音が出ました。車載用の冷蔵庫も試します。この冷蔵庫は直流電源でシガーソケットでも駆動するので DC シガーソケット端子から電源を取りました。冷蔵庫はマックスモードで駆動、消費電力 30W なのでざっくり計算しても充電が満タンなら10時間以上動く計算になります。続いてサイクロン掃除機、これは定格 450W の表記に対してバッテリーの消費電力は 540W を超える数値になりましたが、問題なく動きました。念のためテレビも試してみました。こちらもノイズが乗ることなく問題なく綺麗な映像が映りました。この他の機能としては 50Hz と 60Hz の切り替えとエコモード切り替え機能がついていました。 IH 調理器具でコーヒーを沸かして飲めるかも試してみました。こちらは定格 1000W なのでおそらくマックスでは使えないと思いますが、どのくらいまで火力を上げられるか検証です。ポットにカップ1杯分の水を入れて中火から試していきます。中火での消費電力は510、1段階上げると695W まで上がりました。マックス 1000W まで上げるとオーバーロードして電力が供給されなくなりました。また電源を入れ直すとすぐにつきます。せっかくなのでこのまま強火でお湯を沸かしてみると2分ほどでお湯が沸いてコーヒーが飲める状態になりました。このくらいの火力があれば簡単な料理なら何品か作れそうです。スマホのワイヤレス充電も試してみます。消費電力は 10W、 ケーブルをつなぐと 4W で済みますので充電効率は今一つですが、ケーブルを忘れた際には大活躍する機能だと思います。充電も試してみました。まずは AC 電源のみでの充電、取説には 90W 充電と書いてありましたが、満充電に近づくと 75W 程度の充電に切り替わるようでした。ソーラーパネルやシガーソケットの端子とAC 電源のデュアル充電もできるとのことでしたので、その機能も試してみました。両方合わせて 125W の入力、取説によると別売りの強力な AC アダプターを併用すれば最大 400W の充電も可能だそうです。
本体を充電しながら電気が使えるパススルー充電も試してみました。試す機器は iPad と Apple Watch、 これらも問題なく充電できました。デュアルで急速充電していると本体冷却装置が働いてファンが回り始めました。この音量もどのくらいあるか測ります。約 60dB 弱、走行中の自動車の中やデパートの店内のような音量だそうです。本体に触れて熱を持っていそうな部分の温度を測ってみました。すべて35度以下。スマホが熱を持った状態よりはかなり低く冷却ファンが作動しているようでした。一番熱くなっているのは AC アダプターの本体部分で、ここは48度になっていました。満充電になるとご覧のように発電量がゼロになり、自動的に充電も止まります。実は先ほどソーラーパネルに施した穴開け加工にもこのポータブルバッテリーを利用していました。何の問題もなく穴が開けられて、掃除機でアルミ傷も吸引できました。続いて家庭用のルームエアコン。正直これが動いたのはかなり驚きでした。バッテリーの残量を 80%、 設定温度24度、風量2で試してみました。消費電力が 400W を超えたあたりでポータブルバッテリーの冷却ファンも動き始めました。冷房が安定駆動した際の電力は 505W、いい感じに冷えてきてます。単純計算でも満充電なら1時間は家庭用の冷房を使うことができそうです。こちらは私が以前自作したポータブルバッテリーの材料、充電器や電圧計を加えても一式2万5000円程度で、計算上 432Wh の電力が使えるのでそれなりに使えていい感じなのですが、画像のようなケーブルだと万が一ショートした際にヒューズが仕込まれていないので安全性が完璧ではないと視聴者の方からご指摘いただきました。そこで今回は画像青丸のようなヒューズ付きのケーブルが Amazon に売っていましたので、今回はこちらを使いヒューズを仕込みました。こちらのケーブル、ヒューズが合計3つもついて1200円弱なので結構お得な買い物でした。また今回はバッテリーとソーラーチャージャーをつなぐケーブルにもヒューズを仕込み安全性を高めました。実際に配線した映像がこちら。配線がかなりゴタゴタしていますが、バッテリーに接続する部分の赤い線のプラス極にはすべてヒューズが仕込まれています。これはソーラーチャージャー側も同じで、万が一のショート対策でヒューズを仕込んだ方が良いそうです。私のバッテリーの容量は小さいので 30A のヒューズを2箇所仕込みました。こちらはソーラーパネルとソーラーチャージャーをつなぐ MC4 ケーブル。このケーブルは防水防塵設計になっていて、このシリコンリングがジャックを刺した際に密封する仕組みで、刺すだけでそのまま使える紫外線に強いコネクターです。市販されているポータブルバッテリーと同じ機能を自作バッテリーに持たせようとするとこのぐらいの配線数になります。これ一式の重さが約14キロ、今回使用している EB55 の約2倍の重量です。自作にかかる費用を Amazon の現在価格で調べてみたところ、約3万円ぐらいあれば作成可能でした。これを安いと捉えるか高いと捉えるかはご意見の分かれるところだと思いますが、近年市販されているポータブルバッテリーの進化は早く、 Amazon のタイムセールやクーポン等を使うと金額もほぼ自作のものと変わらないような金額で買えるようになってきました。私はこれまで自作中にバッテリーをショートさせて怖い思いをしたり、ケーブルの配線にもたくさんの手間暇をかけてきました。今回 EB55 を使用させていただいて、見た目も良く安全性も高いので、お値段の折り合いがつけば市販のポータブルバッテリーの使用はありだなと思いました。車のシガーソケットから EB55 に充電できるかもやってみました。最大約 86W で給電できていました。ソーラーパネルとルーフキャリアを取り外せたので洗車機で洗車しました。3分で車が綺麗になって超いい感じです。今回はキャンプ場での使用を想定して、1台のソーラーパネルで2台のポータブルバッテリーに同時充電できるかもやってみました。ソーラーパネルの固定はダイソーの200円の切り材の板を使いました。何の加工もしていないただの板ですが、角度調整も簡単にできて使い勝手が良いです。配線には映像のような Y 字型の並列 MC4 ケーブルを使いました。配線は動画のような形で行いました。念のためこの充電方法が問題ないかフルーティーの技術担当の方に伺いました。充電効率は落ちることもあるが、2台同時で充電することは問題ないですとご回答いただきました。配線が完了したので何ワット出ているかチェックします。この日は台風前の曇りで発電するにはかなり条件が悪いですが、とりあえず測ってみます。 EB55 は約7ワット、
自作バッテリーは 0.5 アンペアですので約6ワット充電できていました。両方とも同じぐらいの電力でしたので、これなら問題なく2つ同時に充電できそうです。ロッキーのルーフキャリアを取り付けてソーラーパネルも固定していきます。ルーフキャリアは1本につき2箇所ネジを締めるだけなのでとても簡単です。ソーラーパネルは長ネジで固定します。1箇所につき2つ、合計8本の長ネジとフランジナットで留めていきます。ルーフキャリアと合わせても15分もあれば取り付け可能です。車体への引き込みは Amazon で MC4 延長ケーブルを買いました。車体への固定はダイソーの6個入りコードフックを使いました。このケーブルはバックドアを閉めてもコードが干渉しないようになっています。ソーラーパネルの取り外しはさらに簡単で、10分もあればルーフキャリアまで全て取り外すことが可能です。今後は家やキャンプ等でもソーラー充電を利用し、車中泊に行くときにパネルを取り付けるスタイルにしようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。